皆さんこんにちは、レクセ2講師の根本です。全国公開模試第1回の集計が大体終わりまして、ちょっと恐るべき統計が出ました。基準点の数字です。全国公開模試第1回、午前午後の基準点が、こちらの想定を大きく下回りました。こちらは25、24ぐらいになるだろうと思いましたら、思いのほか、皆さんのちょっと出来がちょっと悪かったようです。午前23 午後22というのが基準点になります。こちら、公開模試受けて、うわ、点数低かった、これダメだって思った方、基準点、もしかして言ってませんか ?24、25でいけないんじゃないかと思った方、乗ってるんです、基準点。順調に学習、いってるんですよ。安心して進めてください。また、基準点プラス、上乗せで5問ずつ取れれば、 あとは、記述は足切りでいけます。損点数が5問5問で振ると、28、27です。つまり28、27を超えている方は、択一はほぼ完全に近づいています。あとは、記述で基準点を超えさえすれば、受かるところまで来てるんです。公開もし1回目、大変だと思います。 点数がなかなか上がらず、ショックはあったかもしれません。でも、皆さん状況は同じようでした。ぜひ、この基準点を超えている方、今の学習上手いんだと。上乗せにった方、もう、ちょっと気立の方に力を重視してもいいと思います。以上が報告です。では、直線学習続けて頑張ってください。